中京大学は愛知県名古屋市昭和区矢本本町101-2に本部を置く日本の私立大学である。1956年に設置された。大学の略称は中京、中京大。中京大学は1923年創立の中京商業高校を運営していた学校法人梅村学園が1954年に設立した中京短期大学が 全身の4年生大学である。1956年に小学部の短科大学として開学し、現在は11学部、17学科、12研究科を持つ総合大学になっている。都心近郊の八戸山高生寺の森に隣接する名古屋キャンパスは大学本部に文系学部が設置されている。また、郊外の丘陵地にある豊田キャンパスにはスポーツ科学部があり、 複数のオリンピック代表選手を輩出している。中京大学の見学の精神は学術とスポーツの真剣味の伝統たれである。これは大正12年に学校法人梅村学園の母体である中京商業学校の開設に際して創立者である梅村清光がその理念と気概を歌った文部付記が起源となっている。清光の死後に学園を継いだ梅村生命が 戦後に、シベリア抑留から帰国して後、文を、学術に、部を、スポーツに翻訳し修正することで、見学の精神が完成した。募集停止、トヨタキャンパス園系トヨタ図書館、名古屋キャンパストヨタキャンパス梅村清光の次男は、中京学院大学、中京高等学校を運営する足立学園の創立者である。また、大府市にある、 イタリ学館大学は別の学校法人の運営であり、関連はない。275校が加盟する ICEP の日本最初の加盟認可大学。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。